まあ、自殺も考えました。実際自殺をしようともしましたけども、うまくいかず。で、そういう時僕はピアノとかリラクゼーションミュージックとかあるでしょ？川の流れの音とか鳥の声とか聞いてても全然癒されなかった。